はい、皆さんこんにちは、滝ひろみです。今日はキャンプツーリングに行きたいと思います。はい、で荷物が多くなりがちなキャンプツーリングなんですが、今回はそんな時のために便利なアイテムを見つけたので、そちらをご紹介したいと思います。はい、それがこちらです。コルハートのマウントシステムになります。これがベースクランプになってて、ここがマウント部分ですね。これを使えばスマホホルダーにもできるし、あとこっちを使うと、アクションカメラ、あとはもう一眼レフカメラとかにも付け替えられる、3ウェイぐらい使える便利なアイテムです。これを今回使ってキャンプツーリングに行きたいと思います。では早速つけてみたいと思います。これからつけるのかな。これが特殊な盗難防止ナットになってるみたいで、この付属のこれで回せるようになるみたいです。すごいね。これで開くのか、こうするのか、あ、でこうか。結構きつめにやっていいのかな。すごっ、ガッチリ。で、これを取ってこっち付け替えて、これはめたら真ん中に持ってこないと外れちゃうから、位置がたら真ん中持ってると楽だな。これで開くから、とりあえずスマホホルダー、まあ、このスマホホルダーが防振機能がついてるのとついてないのがあるんですけど、私はついてるのを選びました。こうかな、こんなぐらいかな。もうガチガチ、すごっ。これカバーをつけたいと思います。これなんでいいのかな、これでいいのかな。スマホつけていきたいと思います。はい、できました。ちょっとこの厚みがあるカバーをつけてるんですけど、普通につけられました。大丈夫そうです。それでは早速出発していきます。はい、実際に向かってるんですが、キャンプツーリングすごい久しぶりです。久しぶりっていうか、プライベートでキャンプツーリングするのは多分初めてなので楽しみです。キャンプって言っても今日はデイキャンプですが、ちょっと初めてのキャンプツーリングなのでハードル低めでデイキャンプしていきたいと思います。スマホホルダーも見やすいですね。全然落ちそうにないね。すごいのがっちりしてる。休憩でコンビニとか寄った時にさっと外せるのが盗難防止になって便利ですね。またすぐつけられる、楽だ。あと私は複数台バイクを持ってるので簡単に付け替えられるのも便利だなと思いました。気持ちいいな。まだ止まってると暑いけど、走ってると涼しい時期になりましたね。
無事にテントとチェアとテーブルを一人で組み立てられました。進歩すごい。はい、ということで、初めての一人でのプライベートのデイキャンプ無事に過ごせそうです。はい、でこのコルハートのマウントすごい便利でした。まあ、来る時のスマホマウントはもちろんですけど、テントを立てたりとかするときにバイクのリアステップのところにこれでクランプしてテント立ててる様子とかを撮影できたはずです。はい、なので三脚にもなるのがすごい便利だなと思いました。一人でもね、なんか撮影したりとかできるから、キャンプとか、まあ、ツーリング先とかの思い出残しに便利ですね。はい、この後もうちょっとデイキャンプを満喫してから帰りたいと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画もご覧ください。ありがとうございました。